埼玉ブロンコスは日本のプロバスケットボールチーム。ホームタウンは埼玉県埼玉市及び所沢市 B3 リーグ所属。全チーム名は埼玉ブロンコス。運営会社は株式会社ブロンコス20。2005から06シーズンよりトップリーグに参戦している。旧名称は埼玉ブロンコス。チームロゴは チーム名のブロンコスのシルエットを声円で囲んだデザイン。2020年7月1日に、それまでのデザインのものからリニューアルしたものであり、上部に赤いカラーのチーム名、下部に黒いカラーのホームタウン名を配置している。現在は、埼玉市浦和区の浦和駒場体育館であるが、クラブチームとして発足した当初からメインとなる、ホームアリーナは、所沢市民体育館だった。 ホームゲームは、所沢以外の埼玉県内各地でも数十試合、行う。モチーフは馬、ま。2011から12シーズンから、キャラクターデザインが、大幅に変更された。2005年の BJ リーグ発足と共に結成された、ポニーズグリーンと2007年により活動を開始した、ブロンコスチアリーダーズにより、応援パフォーマンスを行っている。ブロンコスチアリーダーズは、 当初、ゼロとして活動していた。2007から08シーズンより設けられた、初代ベストパフォーマンス賞に選出された。オフィシャルソングとして、杉山清隆の、ディスイズライフ入場ソングにクリフエッジの、レッツゴーブロンコスキズナゲットエイドリームが使用されている。1982年に結成された松田王と、東京のバスケットボール部が前進。 1983年の第38回国民体育大会に出場。翌1984年に全日本実業団で決勝まで進み、当時愛知県リーグに降格していたトヨタ自動車に敗れたものの準優勝で旧日本リーグ2部昇格を果たす。創部1年11ヶ月で日本リーグ2部昇格は日本協会における最速記録である。 1986年に二部昇格後2年9ヶ月という最速記録で一部昇格を決める。初昇格の1987年から一部に定着した。1992年にオールジャパンで準優勝したが、初出場決勝戦進出は49年ぶりであった。また、対野村賞券戦のスコアはギネスブックに記載されている。 不況の影響に加え二部降格決定も重なり1996年を最後に配布した。廃止された実業団チームアンフィニ東京ブロンコスが市民の根強い応援により当時の広報で後の GM の成田敏彦の発案で市民資本のクラブチームとして再スタートを切る。アンフィニ時代に加盟していた東京実業団連盟は チーム指導時にはすでに登録申請を締め切られていた。だが、埼玉実業団連盟の登録期限前だったのと、所沢で、ホームゲームを開催した経験もあって、所沢を本拠地と定め、チーム名を ME 所沢ブロンコスとした。ME は、松田アンフィに東京、ポート小手差支店の略で、企業名を冠した名目上の実業団である。大会の規定で、 日本リーグから降格して、関東実業団リーグ戦からの出直しとなったが、全日本実業団に連覇を果たし、住友金属、ジャパンエナジーの日本リーグからの撤退に伴い、1998から1999年度に日本リーグ2部に復帰。チーム名も、所沢ブロンコスに改めた。 その後リーグ戦の組織改正に伴って1999から2000年度から実質的な2部リーグとなる新、日本リーグに加盟することになった。その際、1999年限りで休部となった、三井生命の森一世、財前三つるほれし、稲野部里氏の選手3名を獲得したが、会社に席を残したままだったため、 当時の実業団連盟規定により、出場選手登録を認められなかった。三選手とプロ契約を結べば認める旨を通達するも、三井生命及び三選手は難色を示したため、このシーズンは三選手を書いて望まざるを得なかった。その後、連盟から実業団形態に戻すよう通達されるも、ブロンコスは引き下がらず、結果、日本リーグの選手登録規定も変更された。 チームは2006年に埼玉市の埼玉スーパーアリーナなどで開催される予定の世界選手権大会の開催をきっかけに2000年からこれまでの所沢市に加え埼玉市もホームタウンに加えることになりチーム名も埼玉ブロンコスに変更された新リーグになってからは 前年度出場停止となった3選手の出場を認められたこともあって上位に参加するようになって、元熊外組の三木力夫がヘッドに就任してからは2002から2003年度、そして2003から2004年度のシーズンに2連覇を達成した。MVP はそれぞれチャールズ・ジョンソンとアイザック・ソジャナー。2004年8月に新潟アルビレックスと共にプロリーグを結成する。 構想を明らかにした。これまでの企業重視の運営に疑問を感じた埼玉と新潟の2チームが中心となって全国6都市を本拠とする地域密着型の新リーグを作ることを計画したものである。日本バスケットボール協会が日本リーグ機構からの脱退を認めていなかったが2005年4月に脱退が認められた。 クラブ発足から2021年までホームとしていた所沢市民体育館。2005から06シーズン2005年度の BJ リーグ発足時にチーム名を埼玉ブロンコスに変更した。これは従前の所沢、埼玉漁師を含む埼玉県全域にホームタウンを広げ県民チームとしての定義を目指す意図があった。シーズン前半に 大黒柱のデイビッド・ベンワーを怪我で失う、アクシデントに見舞われ、19連敗を喫するなど、不審に陥った。この19連敗は2011年12月に高松、ファイブ・アローズが20連敗を喫するまで、BJ リーグのワースト連敗記録だった。アシスタントコーチとして残留したベンワーと入れ替わる、形で、監督のチャールズ・ジョンソンが選手としても出場、また、 シーズン途中で、アメリカの ABA より、マーカストニー・エルを、福岡レッド・ファルコンズから、地元出身の庄司和弘を獲得したものの低迷は、終わらず、勝率2割に満たない7勝33敗で、リーグ全6チーム中再位として、シーズンを終えた。ブースターは、リーグにより、ベストブースター賞を贈られた。2006から07シーズンヘッドコーチがジョンソンから、 山根健二に交代。15勝25敗の成績でチームを全年度の最下位から脱出シーズンを全8チーム中6位で終えた。山根は契約年数を1年残していたが解任という形でチームを去った。2007から08シーズンエクスパンションにより所属10チームに拡大した BJ リーグに東、西野にカンファレンス制が導入され、埼玉は イースタンカンファレンス所属となった。前年度限りで現役引退したベンワーがヘッドコーチに就任。前シーズンからチーム力は確実に上がってきており、このシーズンで BJ リーグ3連覇を達成した大阪エベッサ戦で連勝するなど21勝23敗と過去最高の成績を収めた。この成績はプレーオフに進出する。 西地区3位のライジング福岡の成績を上回っていたが混戦となった東地区で5チーム中4位となり悲願のプレイオフ進出を逃した2008から09シーズンヘッドコーチにはベンワーアーが残留 BJ リーグ参入後のブロンコスにおいて初めて2年連続で指揮を取るヘッドコーチとなるゴードン・ジェームスが高松ファイブ・アローズに移籍したのを皮切りに 外国人を、そう入れ替え、ジェームズが移籍した高松からレジオーレント、スティーブ・ホーンを獲得。ドラフトでは、アーリーチャレンジ制度で、前シーズン途中からプレイしていた北向き雪を指名し、新潟アルビレックス BB から照らした田本を獲得。育成指定選手2名と、選手契約をするなど、新規選手の獲得に、消極的だった例年とは違い積極的な補強を、行った。 初のプレイオフ進出を目指すべく指導した2008から09シーズン BJ リーグ創設時のチームで唯一開幕戦未勝利だったブロンコスは富山グラウジーズに勝利すると北向き、正直、清水ら日本人選手の活躍で八区の勢いで開幕後連勝と波に乗りプレイオフ進出の悲願が叶うかに見えたしかし新規参入の浜松 東三河フェニックスに連勝を止められると、そこからあっけなく5連敗、そして相性の悪い仙台89アーズや、東京はパッチ相手に歯が立たないどころか、開幕戦で連勝した富山グラウジーズにも連敗を、喫するなど歯車が噛み合わず、結局新潟アルビレックス BB とのプレイオフ、進出圏内の東地区4位争いに敗れて5位となり、創設から4年連続で、 プレイオフ進出を逃す結果となった。2009から10シーズン前シーズン終了後、ヘッドコーチのベンワーアート、アシスタントコーチの青野和人とは契約満了に伴い、退任した。後任は、元富山グラウジーズの福島正人が就任した。選手の補強では、正治和弘や安藤氏などが退団したが、シシド・オサムイチ、畑のカらが加入。 外国人選手も前シーズンに続いて、総入れ替えをして、シーズン前に、マリオ・ジョインターなど5名が入団。シーズン中にもカービー・レモンズを補強し、外国人選手は、最終的に合計6名となる。2009から10シーズンは開幕戦の仙台89、アーズ戦から、いきなりの7連敗を喫するスタートとなったが、その直後に4連勝。 2009年末までに8勝10敗まで盛り返して、プレイオフ進出争いに加わる。しかし、2010年になってからは、黒星が重み、2月13日の大阪へベッサ戦から、6連敗。3月6日、怪我人が出て、選手層の薄さに苦しむ高松ファイブアローズには、連勝して、連敗を止めたが、続く3月13日の大分。 ヒートデビルズ戦からは再び10連敗を喫し、プレーオフ進出が遠ざかる。終盤は、首位の浜松、東三河フェニックスに、シーズン初勝利するなど、幾分持ち直したが、結局シーズン中に6名もの外国人ロスターが、在籍していたにもかかわらず、東地区再開の富山グラウジーズと、同勝率、特殊点差で上回っただけの5位でシーズンを終え、またも、 プレイオフ進出を逃す結果となった。2010から11シーズン福島正人ヘッドコーチは1シーズンで退団し、新ヘッドコーチには前ハワイ大ヘッドコーチのボブナッシュが就任。米本里氏が引退、チームの BJ リーグ参入時より在籍していた清水太志志郎も FA 権を行使して、宮崎シャイニングサンズに移籍。 BJ リーグ開幕時の6チームで開幕当初から在籍している選手が一人もいなくなったのは埼玉ブロンコスが初めてである外国人選手も再び総入れ替えを観光し元 NBA 選手のケニー・サター・フィールドやナッシュ HC の子息のボビー・ナッシュラを獲得開幕後に元高松琉球のジョージ・リーチも補強開幕戦はホーム所沢で 現役日本代表、石崎匠が加入し、注目を集める島根スサノーマジックと対戦し、勝利を収める。しかし、その後はなかなか連勝ができず、5連敗を2度、4連敗を1度喫するなど負けが込み、東地区再開に沈んでいたが、12月19日の大分戦で勝利すると、次節の東京戦でシーズン初の連勝。以降も勢いは衰えず、 年をまたいで、BJ リーグ参入後チーム新記録となる7連勝を達成し、東地区5位まで浮上して前半戦を終えた。後半戦に入り、チームは、新潟とプレイオフ進出圏内の4位を争った。しかし、直接対決で連敗して、プレイオフ進出が遠のく。3月11日、東日本大震災が発生。この震災の影響でチームは、 活動を休止し、シーズンを終えた。終了時点の順位は東地区7チーム中5位だった。チームが活動を休止した後、急遽設けられたリーグの選手救済制度により、テラシタ、北向き、シーナ、クライバー、リーチ、サターフィールドは、活動を継続するチームに、レンタル移籍している。は野は対談。2011から12シーズンダラスマーベリックス。 GM のドン・ネルソンの推薦により、リーン・マーレイが、新ヘッドコーチに就任。元東京アパッチの得点王ジョン・ハン・フリーラーを補強した。開幕直前に、フォワードのジェイミー・ミラーが故障したため、彼を欠いた状態で、シーズン開幕を迎えた。11月20日、マーレイ HC に契約違反があったとして、出場停止処分を下し、その日の富山グラウジーズ戦は、 ナタリー・ナカセ・アシスタントコーチが HC 代行として指揮を取り、勝利を飾った。リーン・マーレ HC は復帰することなく24日に契約解除となり、新たにナタリー・ナカセ・ AC が昇格して、BJ リーグ初の女性ヘッドコーチに就任した。12月に入ると、センターのゲイブリエル・ヒューズが病気のため戦線離脱。 フォワードのジョン・フラワーズも3日の死がレイクスターズ戦で負傷したため、この試合の途中から11日の新州、ブレイブ・ウォリアーズ戦までの4試合は、身長2メートル以上の選手が1人もいない状態での試合を余儀なくされた。10日の新州戦ではハンフリーが BJ リーグ歴代に位体の52得点をマークする活躍を見せた。 17日の新潟アルビレックス BB 戦からは、ミラーが、翌日にはフラワーズが復帰したが、ヒューズは健康面を考慮して、現役を引退。代わって、ナッシード・ビアードが加入したが、彼は、約1ヶ月在籍しただけで、契約満了となり、新たに、ジェームス・ポーターが加入。女性ヘッドコーチの就任を含め、このシーズンは、 埼玉スーパーアリーナでオールスター開催など話題こそ集めたもののレギュラーシーズンでは勝ちきれない試合が多く高松戦以外で同一カード連勝はなく東地区10チーム中で再開という結果に終わった2012から13シーズン中瀬 HC の契約満了に伴う対談でトレーシー・ウィリアムズが新 HC に就任 外国人選手は開幕直前に、マイケル・ジョイナーが対談したため、ジョン・ハンフリー、アントワン・スコット、ランディ・オアーの3名で開幕を迎え、急遽獲得したデミオン・ベーカーは5戦目から合流。日本人では前富山・グラウジーズの山城、タクマ・ヤマエ・アノーザン・ハピネッツの信平・ヒラ・ユーキラが、新加入。開幕から、黒星が先行した上に6戦目終了後に、ハンフリーが、 ヘルニアで一時離脱、他の外国人も故障がちという苦しい台所事情の中、11月17日の富山戦は、スターター5人に全て日本人を起用して勝利した。11月末にスコットとオアートの契約を解除して、ニカウィリアムズと、12月20日には、ウェイン・オリバーと契約。主力の故障と外国人の入れ替えをしている間に12、連敗を喫し、 さらに一勝を挟んで7連敗を喫して回に低迷。2月中旬頃より、チーム状態が上向きになり、4連勝と3連勝を一度ずつ記録するなど、勝ち星が増えたが、前半戦の低迷が響き、プレーオフ争いをするまでには至らず東地区11、チーム中10位でシーズンを終えた。得点王を獲得した、ハンフリー・アミップに選出された北向き。 リバウンド9位に入ったウィリアムズを中心に、チーム得点数はリーグ1位で2月以降だけで100得点以上を7試合で記録した。その反面失点数もリーグワースト1位でシーズン全試合中100失点以上した試合は18試合に及んだ。チームの1試合最多得点記録及び最多失点記録の両方がこのシーズンに更新された。 2013から14シーズンウィリアムズ HC が退任し、石橋貴俊が新 HC に就任。マイケル・ジョイナー、アンワー、ファーガソン、セオ・リトル、板倉・レーナ、本淳也、三沢ュン小野寺圭介、山崎・亮を補強。11月に、リトルとの契約を解除して、マーク・ドーソンと入れ替えをした。開幕2試合目のアウェー群馬・クレイン・サンダーズ戦で、 シーズン初勝利。埼玉市記念総合体育館で行われた5戦目の横浜ビーコルセアーズ戦でホーム初白星、シーズン2勝目を挙げたが、翌10月20日の横浜戦から2014年1月3日の琉球ゴールデンキングス戦までチーム対記録の19連敗を喫して最下位に低迷。1月11日にホーム所沢で 群馬に93の61で勝利して、連敗を止めたものの、連勝が一度もないまま4月7日の新州、ブレイブウォリアーズ戦の敗戦をもって6試合残しての、東地区11チーム中再開が確定した。勝率、096は、西地区再開の島根を下回りリーグ全体の、再開で、2007から08シーズンの富山を下回る。 イースタンカンファレンス最低記録で、全体でも2011から12シーズンの高まずに、ついで2番目に低い数字である。ハンフリー個人は2シーズン連続で、得点王を獲得したが、チームとしての得点力は前、シーズンと打って変わって大幅に落ち込み、ディフェンスも前シーズンから改善されず、失点数は、リーグワーストクラスだった。 2014から15シーズン、石橋 HC が退任し、全都山 HC の下地一名が就任。全シーズン所属選手で、継続契約した選手は、佐々木と松本のみ。選手を大量に入れ替えて、大塚俊、八幡康介、伊藤十樹、原武士陣、長田浩二、杉山直也が新加入した。外国人は、ブライアン大門。 マルコ・チューキッチュと2名の大学卒新人、ゲイリー・ジョンソンとジョニー・ケ、e、イ。10月4日にシーズンが開幕したが、未勝利のまま黒星が続き、4試合終了後に帰国して引退していた EK に代わってエリス・チュアートが加わった。11月第1週の試合終了後には、チューキッチュとの契約を解除。12月第2週の試合より、 二シーズン前に在籍していたニカ・ウィリアムズが新たに合流したが、この週より、下地 HC が病気療養のためチームを離脱したため、山口隆久コンディショニングコーチが HC 代行を務めることとなった。その後も開幕からの連敗は続き、年をまたいで1月3日まで、 チーム記録を更新する23連敗を喫したが、1月4日の大分戦を101の87でシーズン初勝利して、連敗を脱出した。1月中旬により、下地 HC が復帰。1月25日の富山戦とオールスター後初戦の横浜戦でシーズン初の連勝を記録。その直後に、大門とスチュアートが対談し、残るシーズンは、 外国人2名のみとなったが、4月18日の横浜戦までに6勝目を挙げ東京サンレーブスを抜いて、東地区12チーム中11位でシーズン終了。2年連続のリーグ全体再開を呼び、勝率1割以下を逃れた。2015から16シーズンに下地 HC が退任し、OB で前バンビシャスなら HC の小野寺龍太郎が新 HC に就任。 全シーズンまで、テクニカルアドバイザーだった元 HC の三木力夫が、アソシエートコーチに就任した。選手事業では前シーズンまでと同様に、佐々木を除いて、主力選手が多数対談し、亀崎光弘、栗原雄太、庄司雄也、門正臣、エヴァンハリスらが新加入。開幕後も外国人選手の入れ替えを何度も行い、途中加入したセスターバーが、 ポイントリーダーとなっている。シーズン後半にエドワード・モリスや新人賞を受賞した上田正也が加わった。シーズンは開幕戦から7連敗した後、8戦目の東京戦で対勝してシーズン初勝利。12月、新規参入チーム広島ライトニング相手にシーズン初の連勝を記録。プレーオフ争いに絡むことはできず、再開の東京と並ぶ シーズン5勝だったが特殊点差で東京を上回ったため再開は免れイースタン12チーム中11位でシーズンを終えた2016から17シーズン BJ リーグと NBL が統合して発足する B リーグの株リーグである B3 リーグに所属するコリアーセントクレアが新ヘッドコーチに就任総合勝ち点で9チーム中6位だった 2017から18シーズンセントクレア HC の2期目。9チーム中4位。2018から19シーズンセントクレア HC の3期目。レギュラーシーズン最終節をもって、セントクレアとの契約を解除。ファイナルステージより、元東京サンレーブス、鹿児島レブナイズ、ギフスループス HC の楠本和夫が、HC に就任。総合価値点で、 全10チーム中4位だった。2019年4月9日、ン入りグ理次回において、2019から20シーズンにおける B にクラブライセンスが交付された。2019から20シーズンクスモト HC と継続して契約したが、7月24日にクスモト側の事情により契約解除。後任にトーマス・ロイヤカスが就任したが8月21日に、 ロイアカス側の都合により退任。8月22日にリータオデーナの HC 就任が発表された。しかし、第2節まで指揮を取るものの、第3節移動直前の10月3日に本人と連絡が取れなくなる事態となり、10月20日にジョン・サンテートンの HC 就任が発表された。シーズンは、新型コロナウイルス感染症の流行により、途中打ち切りとなった。 最終成績は19勝20敗で全12チーム中7位。2020から21シーズン2020年3月、池田淳がチームのオーナーに就任。2020年7月1日、チーム名を埼玉ブロンコスから15年ぶりに埼玉ブロンコスへ変更。ホームタウンは埼玉市と所沢市のダブルホームタウン。チームカラーはグリーンから。 サベージレッドに変更となり、ロゴも刷新した。2021年2月16日には、東京に本社を構える、ラジオ専業局の文化放送と資本業務提携が決定した。これは、代表取締役の池田が過去に文化放送の番組で、レギュラーやパーソナリティを務めたからである。泉修学が、選手兼任アシスタントコーチを務めた。 シーズン成績は5勝35敗で11チーム中、最下位。2021から22シーズン戦修学が、ヘッドコーチに就任した。日本リーグ BJ リーグゲーム差はうちは、プレイオフ圏との差をそれぞれ表している。MVP 新人賞コーチオブザイヤーベスト5、得点アシストリバウンドブロックショットスティールフィールド、ゴール成功率スリーポイント成功率。 フリースロー成功率ダンクシュート個人記録1試合最多得点、ジョン・ハンフリー52得点1試合最多リバウンドデイビッド、ベンワー25本1試合最多アシストケニー・サター・フィールド13本。チーム記録得点失点関連記録最多得点、最多失点連勝記録最多連勝7、連勝最多連敗23、連敗観客動員記録会場別観客動員。 記録2021年4月に U15 ユースチームを設立する予定。2003年から2007年までブロンコスクラブが2軍チームと活動していた。2007年東京クラブ連盟に移り、チーム名も RBC 東京に改められた。トライアウトなども開催し、東京ナンバーワンそして日本でも有数のクラブチームを目指している。 二木力夫が監督を務め、かつては、元ブロンコスのエグロ大輝、安藤岳や青野和ともアシスタントコーチ時代に、選手登録されていた。ありがとうございます。